皆様、いかがお過ごしでしょうか。レトロゲームヒロです。今回は iOS 版メタルスラッグをプレイしていきます。今回もタッチ操作では厳しいので、8ビート度製のこちらのコントローラーでプレイしました。概要欄にリンクを貼っておきますね。それでは早速スタートしていきましょう。このゲームは1996年にアーケード版で稼働されました。当時は駄菓子屋でよく設置されているゲームとして知られてました。アーケード版ではシリーズ全7作で、様々な家庭用ゲーム機にも移植されました。ドット絵が緻密で、表現や演出が面白いですね。ステージ1は当時よくプレイしてましたので、軽やかに進めていきます。戦車の動きが生き物っぽくてくさ。ステージ1ボスです。上から下に弧を描いて落ちてくる弾が厄介です。しばらくすると極太レーザーでプレイヤーを攻撃してきます。これです。これ。ここは難なくクリア。戦車ボーナスゲット。ステージ2からは正直あまり覚えていません。アーケード版ではこのステージでゲームオーバーになって悔し涙で帰ってたのでしょうね。しばらく進めていきましょう。カエルちゃんどうやって取るの？まあ、別に良いか。ロケットランチャー気持ち良いですね。ちょぼい死に方で草生えますね。
ここからしょぼいプレイが連発しますが頑張りますね。しばらく進めていきましょう。iOS 版ではこのような様々な項目があり、達成すると iPhone ゲームセンターポイントをゲットできます。下手だな。うわや、クレジットタイマリやりますから遠慮なくコンティニューさせていただきますよ。ステージ2ボスです。誘導ミサイルと手榴弾が脅威です。ステージにクリア。ステージ3は寒そうな豪雪ステージ。時間の関係もあり、今回はこのステージでゲームオーバーです。最後の勇姿をご視聴ください。どうかチャンネルはそのままで。
崖から落ちないように慎重に進めていきます。あるあるですよね。ここは強行突破や。雪だるま強いな。この海坊主みたいなのが強敵です。これタッチ操作でクリアできるのかな？ご視聴ありがとうございました。それでは皆様、次回の動画でお会いしましょう。